キュービの人中力の居場所を吐け。さあ、言え。俺のような奴に何も話すつもりはない。派手に暴れて注意を引いて、肩や陰で捜索か。カカシさん、これで差しだ。ならばお前に聞く。キュービはどこだ。ここの人間はそこらの里とは違う。たとえ自分の命を落とすことになっても一人もいない。大切り。コピー忍者の畑かかし、あえて光栄だ。うわ、僕も一緒に。うん、行くぞ。なんだ今の術は。なら、これならどうする。移り攻撃、忍術までも弾き返すのか。もう一人か。もらった。そうか、奴らの目をリンクした。こんな奴を6人も相手にしてたのか。ジライア様は友じゃないね。どうも。こいつの能力は、この体でできるとこまで。ライトン影分身。これで一匹はやれたな。こっちも準備はしてたんですけどね。トラップ影分身、あの時すでに。クラリオは大丈夫か。もうライトン影分身使っちゃったんで、チャクラ半分以上持っていかれてます。父ちゃん来たよ。チンラ転生。そこ、何をしたんだ奴は。全ての攻撃を弾いたんです。さっきのでみんなやられちゃったよ。全部攻撃弾かれるのに、どうやってやっつけるの。近づけんぞ。しかしそこを狙うしかありませんね。なかなかいい動きをす。殺しておかなければ後々厄介に。ダブル肉だ。フェイサー。地面からの攻撃前にこの鎖を地中へ仕込んでいたの。カカシ先生、決めろカカシ。もう一人のペイン、まだ動けたのか。間に合え。動けないふりではなさそうだな。遅かったか。お前が影分身でないことは分かって、終わりだ。奴には近づくまい。痛みを知れ。ここまでの被害とは。皆さん急ぎましょう。はい、早く。わかりました。急ぎましょう。急いで。父ちゃん、カカシ先生、僕をかばって。泣くのは後だ、長次。お方様へ報告してくれ。長座さんの犠牲を無駄にするな。しつこい奴らだ。くそ、また。と、今までありがとう。走れ長次。チャクラを使い切ることになる。俺の命は。
そうか、武術でやり過ごしていたというわけか。